さくら君。赤坂参考人、長谷部参考人、ありがとうございました。大変勉強させていただきました。それで今一度ですね、56条1項の出席の解釈について、長谷部参考人に伺いたいと思います。衆議院憲法審査会のまとめでは、ちょっとその56条1項の出席の概念についてと、小西委員の配布資料にありますけれども、1枚目にありますけれども、概念についてというまとめがあるんですが、その中では解釈の論理というものが今一つ不明確かと思われます。そして58条の議員自立権を援用して、オンライン出席を出席という議論が体制だったということなんですけれども、そこで伺うのはですね、この小西委員の資料の3ページ目にですね、高橋和幸東京大学名誉教授の方で、衆議院憲法審査会でお話しされたことが載ってるんですが、議員自立権は運用の柔軟性を認める根拠とはなるとしても、憲法条文の解釈の柔軟性を認める根拠とはなりませんということをおっしゃっています。そうするとですね、議員自立権はあくまでも憲法56条の規範の範囲内でのみ行使できるという理解でよろしいかどうか、教えていただければと思います。長谷部参考人。高橋先生はこうおっしゃるんですが、高橋先生はこう考えだと、というそういうことなんだろうと思います。つまり56条の規定というのは、準則としての性格がとても濃いであるから、あくまで文言にこだわって例外は許さない、そういう考え方でいくべきだというのは高橋先生はそうお考えなんですが、ただ先ほどイギリスの罰国判決の事例も出して話を申し上げましたが、準則だからといっていつもいつも文字通りにその律儀に従うべきか、だから消防署も赤信号は通過しないということでいいのか、そういう問題は私はやはりあるのではないかと考えております。ありがとうございます。はい、内越さくら君。赤坂参考人に伺います。議会が政治的な正当性を確保し、文化的な意味構築を行う場所というご指摘は大変興味深く拝聴いたしました。政治空間と法という論文についても拝読させていただいたんですけれども、統治構造が作動するためには具体的な場が必要であるとご指摘されて、審議の場、さらには国権の最高機関としての権威を象徴するという権能を備えた場は国会議事堂であり、オンラインでは困難であるということに導かれるのではないかと思われるのですが、いかがでしょうか。象徴的な権能を備えた場という意義に着目すると、そもそも会見の要否以前に国権の最高機関であることとの緊張関係というものが生じるのではないかと思ったんですが、いかがでしょうか。赤坂参考人でよろしいですか。はい、赤坂参考人。いや、そこはちょっとよくわからないですが、国権の最高機関として、機能するということと、そこに象徴、国民代表としての象徴的な意義が帰属するということとは、特段矛盾しない話だと思われます。内越さくら君。すみません、その統治行為が作動するためには具体的な場が必要であるということだったので、その議事堂というような場所というものが離れたオンラインということでそれが可能なのかという質問です。赤坂参考人。分かりました。はい、これは今日申し上げましたとおり、原則としてそのような場が可能な限り確保されないといけないと。でただ一番最後のところで、それだけで本当に全てが済むのかということで、ごく例外的な場合には議会自体が存立が難しいというような場合には、例外的なオンラインでの本会議審議というとも閉ざされているわけではないと、禁じられているわけではないと、こういう趣旨で申し上げました。はい、ありがとうございます。その例外的な場とは何かということを伺いたいんですけれども、もうお時間なのでこれで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。伊藤